船山博は、日本の男子プロバスケットボール選手である。身長190センチメートル、体重93キログラムで、ポジションはパワーフォワード。B リーグ B2 のライジングゼファー福岡所属。奈良県葛城市出身。関西福祉大学本校東院高等学校、九州産業大学を卒業し、BJ チャレンジリーグの広島ライトニングに加入。 BJ リーグ2015から16シーズンに向けて行われた2015年の BJ リーグドラフト会議で東京サンレーブスから5巡目で指名されて入団プロ選手となる。しかし東京では出場機会がなくシーズン途中の11月に退団。その後2015から16シーズンより BJ リーグに加入した古巣の広島ライトニングに戻り37試合に出場した。 2017年8月から12月まで B リーグ B3 の埼玉ブロンコスに練習生として加わった。あと12月22日 B2 の秋田のオーザンハッピネッツと選手契約を結ぶ。秋田では4度の先発出場を含む29試合に出場1試合平均の出場時間は7.2分で0.7得点の記録を残した。2018から19シーズンは B2 の青森ワッツと契約し、2019年1月までに16試合に出場したが、出場機会を求めて2019年1月25日、故郷の B2 バンビシャスならにレンタルされることになった。シーズン終了後に青森ワッツとの契約を満了し、退団、その後、バンビシャスならへ完全移籍。2020から21シーズンより、ライジングゼファー福岡へ移籍。 ありがとうございます。